どうもよろしくお願いします。ウェルダンと申します。お願いします。おもんないでー。やめなさいって。こいつ、動くぞ。で、おなじみのですね、はい、はい、動くブログの時間がやってきました。はい、よろしくお願いします。はい、今回なんとですね、うん、コミケっていうイベントありますよね。コミケ。コミケ。あれを人に説明するのは難しいというですね、ことで。そうなんだ。それをですね、やってみたいと思います。やってみましょう。はい。で、コミケ、知ってますコミケ。知らない。コミケっていうのは、コミックマーケットの略なんです。まあ、コミックマーケット略してコミケ。なるほどね、うん。で、この間の2015年の夏で88回目を迎えたんですよ。うん、すごいやってるね。88ですよ。おぉ、末広がりだ。88、そう、末広がり。めでたいわけですよ。で、うん、これね、同人誌の巨大同人誌即売会なんです。同人誌？同人誌っていうのは、二次創作とかで自分の好きなアニメのキャラクターとかをこう書いて物語にしたのを薄い本って言われてるんですけども、うん、どね、同人誌にして売る、それをフリーマーケットみたいに持ち寄って売ったのが始まりで、うん、初めは30数サークルだったのが、うん、サークルっていうんですかね、その出展してる作家たちのこと、うん、それが今回3万5千、3万5千、ね、3万5千がいかにすごいかって言いますと、うん、これ大阪にあるね、うん、日本一桜の本数が多いと言われているさつき山公園ってとこにある桜の本数が3万5千なんです。3万5千ね、うん。で、桜が咲いてるの、そんだけの、ね、一つ一つの桜のサークルが、そこに来場者数、うん、あ、来る人ね。毎回すごい数来るんですよ。何人くらい来るの？これね、3日間で60万人来るんですけども、うん、60万人ピンとけへんな、うん、60万人近く。で、これは1日20万人近く来ますよね、うん、これどんくらいすごいかって言いますと、うん、関ヶ原の合戦ね、1600年にあったのが、うん、あれが東軍西軍合わせて16万人強だったんです、うん、それより多いんだすよ、うん、それだけの、だから毎回関ヶ原の、毎日3日間関ヶ原の合戦より多い人数がうわー来るんですよ。桜がめっちゃ咲いてるところに、うわーって。うわーって。何これは何？これコスプレイヤー。あ、コスプレイヤーが来るんだ。これ、今回コミケ88で僕が滑ったコスプレです。うん、滑ったんだか。勇者ハンザーって。仲間になりたければ土下座していただきましょうか。っていうネタで。これはあ、すごいね。伝わった。で、コミケって基本的には、うん、オタクの祭典とか、お祭りとか、聖地って言われてるんですけど、それじゃ結局わからんわ、うん。わかんない。それわかんない。で、結局コスプレもあり、同人誌即売会もあり、企業ブースもあり、うん、いろいろあるっていうんですね、うん、コミケ。うん。わかりました。全然わかんない。I like コミケ market and a lot of people, coming to a big site and a lot of people is dying.So many, many people is dying. Do you understand? Yeah! お後がよろしいようで。